さて今回はメタルハイバッフルに変えたら疑問がという動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回はですね、コメント欄に来た質問にお答えしたいと思います。この方はですね、40代半ばから楽器始めてもう15年ぐらいということで、ベテランの域に入ってる方かなと思います。マウスピースをですね、ちょっと変えたところ、いろいろ疑問とか、まあ不具合なのかなっていう、まあそういうね疑問が出てきたので、今回質問していただきました。こういったね質問結構あったりするんで、前にも答えましたけど改めてお答えしたいと思います。楽器のセッティングとかですね、まあ、よりマウスピースとかサックスのセッティングとか、まあ、そういうことについて深く知りたいという方は最後までご覧ください。それでは質問内容の方を読みたいと思います。いつも拝見させてもらっています。40代半ばよりアルトサックスを習い始め15年近くになりますが、なかなかうまくいかないですが頑張っております。それでマウスピースについて質問なんですが、現在セイワニのファイヤー開き7番を使ってます。その前はビーチラーのダイヤモンドインレイ過去ラバーの S5S を使っていましたが、自分にはとても吹きづらいものでした。その後たまたま楽器店でセイワニのファイヤーを試奏し、とても吹きやすかったので購入し、現在に至ります。でも吹いてみるとピッチが高くなってしまうので、かなり抜いた位置で使っているのですが、これはさらに口を緩めないといけないでしょうか。ハイバフル系のマウスピースはこういうものですか、それとも開きが7番というのが災いしていますか。すでにファイヤーが販売していないので6番とかが試せずにおります。すいませんがご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。そうですね、はい、どうもありがとうございます。こちらにね内容まとめましたけども、サックス歴15年の方で40半ばから始めたと。マウスピースは今使っているのがセオアニのファイヤーの開きが7番ですね。で、それより前は、ビーチラーのダイヤモンドインレイですね。はい、ラバーのやつの S5S っていうのを使ってたと。これ確かラバーのローワッフルやと思いますけど、それがですね、まあ非常に吹きにくかったということなんですけど、はい、わかります。僕もビーチェラーのね、ダイヤモンドインレイを何回か試奏したことあるんですけど、まあはっきり言ってもうろくなものがなかったですね。ビーチェラーは質がね、ほとんどの場合ダメなんですよ。たまにやつがあったりして、で、そういうのを宝探しのようにですね、もう探して、ビーチェラー好きな人は使ってると思いますけどね。まあ昔のマウスピースってもう全体的にそういう傾向がありましたけどね。今は店舗に置く在庫数がすごい減ってるので、その分3本ぐらい吹いたらとても良いものが手に入るような品質のものが出回ってるかなと思いますね。懐かしい気分になりましたけども、それでセイワニファイヤーがすごい吹きやすかったと。これはいろいろ理由がありますよね。セイワニのねファイヤー、僕はねちょっと吹いた記憶がないんですけど、セイワニの時点でかなりね高品質なものだと思います。僕も実際ねセイワニ使ってますし、エンドースターとかもやってますけど、とにかくめちゃめちゃ吹きやすい、オート抜けがいいのがセイワニの全体としての特徴ですね。それのですね、ファイヤーって言ったら確かハイバッフルやと思うんですよ。ドゥルガーみたいなモデルやと思うんで、ビーチェラーが低品質で吹きにくいラバーのローバッフルだとモサ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 してたと思うんですけど、セオアニのファイヤー、これメタルのハイバッフルなんでバコーンってね急に音が抜けるような感じ、それが気に入ったんだと思います。質問としてはチューニングしたらかなり抜いた位置になるが、これ大丈夫ですかってことでね、でこの原因はあるのでしょうかということで、口を緩めないといけない、まあ、つまり吹き方の問題ですかとか、秋が7番っていう広めの脇なんで、まあ、アルトにしたら広めなんでそれが原因ですかとか、そういうの聞かれてます。僕の回答ですけど、この A のところですね、メーカーモデルによってチューニング位置は様々です。チューニングしてあったところが正解ですよってことです。この方が普通にチューニングしてね抜いた位置になるんだったらそこが正解です。別にそれは吹き方とか開きがすごい大きいからとか、そういうのはまあまあほぼ関係ないですね。そのマウスピースを持ってるちょうどいいチューニングの位置ってね、ほんまにメーカーとかモデルによってまちまちなんですよ。例えばですね、はい、ここね、僕いっぱい線引いてるじゃないですか。これね、今まで変えてきたマウスピースに合わせて引いたチューニングの線なんですよ。多分、ジョディ・ジャズの HR とか、バリのハイブリッドとか、セオアニのガイアとかね。まあそういうの変えていく中で引いた線だと思います。先見てもらったぐらい差があるんですよ。結構差があるんで。まあ1センチぐらい差あるんじゃないですか、最大で。そんなんも全然普通にあります。例えば、セルマーのラバーのマウスピース、ソロイストとか、S80 とかね、C のワンスターとかそういうやつだと、セルマーのマウスピース自体長いんで、めちゃくちゃ入れたところにチューニング位置が来ることが多いです。もうほぼコルク隠れちゃうぐらいなることが、セルマーの場合はほとんどそうなります。ヴィンテージのマウスピースでショートシャンクっていうのがあるんですけど、短いタイプのソロイストっていうのがあるんですけど、それはね、まあ、物理的に短いんで、もっと浅い位置にチューニングするとかありますね。一方で、僕のね、このブラフマは、アルトのブラフマはそうでもないですけど、ソプラノもブラフマ使ってるんですけど、それは
もうめちゃくちゃ浅いところになってます。そこでもうチューニングが合うからですね。だからそんなもんなんですよ。それはもうチューニングが合うたところで全然いいんじゃないですかね。あとはその吹き方の話で言うと、まあこの方がね、いわゆるファットリップなのか新リップなのかとか前提にしてる奏法によっても多少は差し込み具合が変わってくるかと思います。そういうのもありますが、この方15年ぐらいやってる方なんで、そこについてはあんまり自分の吹き方っていうのがある程度もあると思うんで、それで合うたところでいいんじゃないですかねっていうことです。実際にそのアルトとテナーとかテナーとソプラノでもかなり指す位置変わったりするんですよ。例えばアルトでジョディジャズの HR 僕使ってた時は結構入れ目でチューニングしてましたけど、テナーはめちゃくちゃ浅いところになったりするんですよ。だからね、ほんとね、千差万別です。まあそれもね、マウスピースとサックスの面白い関係のとこかなと思います。ということでですね、この方は気にせずにね、どんどんそのセオアニのファイヤーを使いこなせるように日々どんどん吹いてもらったらいいかなと思います。7番という開きなんで、チューニングとかね、そういうのはまめにやってちゃんとピッチを作っていくってことは大事になるかなと思います。そのためのね、ロングトーンとかスケール練習とか、場合によったらエチュードね、簡単なクラシック練習でやるとか、そういうことで、自力をつけていくのもおすすめです。ということで、この方の何らか参考になれば幸いです。こんな感じですね、サックスに関することであれば何でもコメント欄の方に書いていただきましたら、随時こんな風に動画とかテキストで返信していきます。あとこちらに出しておきますけれども、いよいよ近づいてきました、2月の11日午後2時からですね、神戸元町のシアタージャジーで、僕のレギュラーメンバーでの、三木俊彦カルテットアフターヌーンライブがあります。ようやくね結構埋まってきておりますので、見てみたいなという方はぜひ概要欄から内容の方をチェックしてください。当日演奏する曲はですね、キャラバンとか You'll be so nice to come home to とか、アイリメンバークリフォードとかですね、テイクファイブとか、もう往年のねジャズの名曲がいっぱい演奏します。リクエストいただきましたのでそれをやります。あと他にもですね、隠れたジャズの名曲とかそういったものも取り上げていって盛りだくさんでお送りしようと思います。ということですので、神戸観光兼ねてね、連休の中日ですし、ブラッと神戸に来ていただいて、はい、ライブ見ていただいて、美味しいもの食べて帰っていただけたらと思います。ぜひ概要欄の方から内容の方ご確認ください。